こんにちは、まさみです。今回はシーズン7で追加される要素っていうのがリークされたので、それを話していこうと思います。前々から出ていた新レジェンドホライゾンはもうシーズン7で追加されるのが確定して、新マップ、その前シーズン6で出る予定だった新マップのオリンパスっていうとこが、今回のシーズン7でようやく追加されるようです。で、オリンパスとそのホライゾンは確定していて、もう一つクラン機能、この詳細はまだ何も分かってないんですけど、クラン機能、クラブ機能ってやれるものが追加されるようです。で、噂なんですけども、乗り物、そのトライデントっていう乗り物、車両が追加されるかもしれないということですね。新レジェンドのホライゾンとオリンパスについて詳しく説明していこうと思います。で、新レジェンドのホライゾンなんですけども、ホライゾンのアビリティっていうのが、パッシブアビリティが着地硬直を無効化できて、着陸時にバフ能力が得られるとのことです。着地硬直っていうのは、その大体上取ってる時って真下に敵が入ってきたりして、その着地硬直を狙ってアンチの収縮と一緒に倒すっていうのが結構多いと思うんですけど、それを無効化できる、どのように無効化できるのかわからないんですけども、かなり強いんじゃないかなと思います。そのバフ能力に関しても、どういうバフがかかるかにもよるんですけど、これはかなり楽しみですね。で、戦術アビリティが、最近、ミッション、小さな実験で、出ていた、グラビティリフトですね。このリパルサー、ちょうどこのリパルサーとかにもある、こう、設置物、こう、今、キーピンさせたところにありますよね。アルティメットアビリティが、そのブラックホールを投げて敵を吸い込んでダメージを与えるっていうアビリティで、そのコースティックのガスホルドのような僕はイメージなんですけど、その内容っていうのがどのようなものになるかはちょっとまだわからないです。で、新マップのオリンパスについては、かなり大きいマップっていう風に、その公式サイトに書いてあるようで、こちらもキングスキャニオンが除外されてしまうということで、キングスキャニオンかなり狭いマップで、好き嫌い、激しいマップだったので、いい調整じゃないかなと思います。今回のリークはここまでになります。ここからは背景のランクマッチの動画をどうぞ。敵がダウン。敵を仕留めた。裏ハロー。スペシャルラッキー。右側一人おると思う。コスかなんか。そいつがコスやね、こいつ。あ、こいつコス。うまいな。コス3でやって、また。誰で投げるか。クリプトに見えたわ。あ、コス割ってる、割ってる。ナイス。シレ、ナイス。敵を倒した。あ、来たこっち。何ちゅうか、何ちゅうか。ブラハもいそう。敵が近くにいるよ。簡単に。俺のこの。ほら、70。ほら。高いそう。人数少ない。シールドをリチャージしないと。お？なんかいる。外出た。あ、外出た。待った。敵を倒した。レプリケーターが遠く。こっち行こう。16。はいはい。シールドをリチャージ。まあ安全でしょう。こうやって上取るんですか。何かな。何か。ダメ。させるか見てみた。シールドリチャージ中。させるんや。うん。滑んのかな、でも。いや、なんか秒数制限、ワンチャン。ああ、秒数制限か。やってくるな。こっちにいいものがあるかも。シールドリチャージ。この G7 だ。謎の一発も出てくるの。なんかいるね、ここ。ここの外周取ってるだけでだいぶ、いいと思うけど、なんか、誰かそこにいたの。どうだろう。
ね、ここ。あ、ちょっと待ってください。1人回ってる。え、3人回ってる。あれ？あと1人逃げた。敵を仕留めた。シールドリチャージ中。ヘルメット。ヘルメット。そこまで遠くはないが、急いだ方がいいぞ。ヘルメットが。うわあ、髪くらい来たけど。ああ、一人乗れちゃう。いや、出発写真。あ、奥行ってるかも。あ、こっち。こっちを探索しよう。見えねえ、このパイプ。このパイプが。完璧なパイプがあるここ。こっちへ行こう。スパーツ、スパーツやろう、あっちで。リングまでもうすぐ。こやれたんでかいな。ね。いや、俺とマジで強調しいわ。なんか、死ぬ。いや、いつも、いつもじゃないですか。リングが縮むぞ。普通に普通っていうか、正成さんにとったらどうすせるな。ほんとになったんだ。うん、ヘルメットぐらいないかな。あったこんな日気に入ってんの。めっちゃ気に入った、テレビ。パンチがいいか。最近4個とか5個いいものがあるかも。オッケーです。そこらこれやんな。こっちにおるわ。あっちに衝撃だ。バッターです。あっちにナイス。おるわ。この裏入ってられる。右もいるな。いや、だる。攻撃中。一応終わったけど。いや、いろんなあるの。俺ら食べないんだからこれ。あ、ほんまや。まさにさ、このね、多分右の奥もおる。右奥と左別パネ。俺ら強えわ。右側は回ってくるね。これジップ対局、ひなさん、これ対局か。あ、ありがとうございます。これ多分最終になったら強いよな。おー、いるね。136だけ削っていく。大丈夫。ここいるわ。硬化するのが一番切りやすいから。ちょっとそうだね。あっちに標的。シールドリチャージ中。なくなっちゃった。あ、こういうや。攻撃を食らってる。ホタルでコトリに来るっていう。このパーティーかな。こっちついもう一人ぐらいの調子進行中。一応ね、上から見とる俺。あ、おるね、おるね。こっちから来させんだけで。あ、こっち、こっち、こっち走ってる。ここね。ひなさん、こうやってやるっすよ。よしよしよし。ジブに行くっすね、ジブやり。メストロ、レブロ、レブロ。あ、ナイス、なんか死んだ。おいら。40。ここレース一人。ここやりやすってる。死んだ。ここ3、いるわ。おる。こう一人、まさにここ一人だと思う。ここ三人だから。ここしかな、多分。あれ潰したいな。逃げるパーティー。下終わってる2人。もう漁ってる。1191人激ロっすね、ここ。ナイス。
やりました。はい、ラスパー。パイロン置かれてるわ。パイロン破壊してるわ、これ。これどう投げますわ。もう一個パイロンになってる。壊した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 。ナイス。待った待った待った。またまたパイロン、またパイロン壊した。パイロン、ダウンダウン。ナイスナイス。それやった。で、パス落とした。ナイス。え、バットソンパイロン落ちてるでしょ。パイロン。え、早すぎだろマジで。3個壊したけど俺。3個出てきたやん。意味やから。え、秒で巻いたんかな即死。その置いてすぐ巻いたんすよ。えぐ。ジグ対策万全すぎる。パイロンの鬼。動画をご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。他にも Apex の動画を投稿していますので、そちらもぜひお楽しみください。 Twitter のフォローもお待ちしています。それではまた会いましょう。またね。